はい、えー、竹内です。ということで、えー、やるやると言っていた雑談だけの配信をようやく、いやいつ頃から言ってましたかね。下手したら2年ぐらい前から言ってたのかな。どうなんですかね。まあでも、毎週のね、競馬の,あの定番の配信の中でね、えー、メインの競馬の内容より雑談の方が多いっていう状況は続いていたので、まあまあまあ雑談はずっとしてきたわけなんですけど。 ちょこちょこね、雑談配信したいなとは思ってまして、うーんとですね、そうですね、まあまあいろいろなね、あのネタとかはね、いただいてますしね、話の。あと、息抜きですね、<laughs> 完全に <laughs>、完全なる息抜きでね、あのこういうのやっていこうかなと思っているわけなんですが、あなので、いつもはね、あの30分喋ろうが、1時間喋ろうが、 <laughs> 途中でね、何も飲まずにね、やってるんですけど、あの、これはね、もう本当に気楽に行くので、えー、今目の前にちゃんとカフェオレもありますし、あと、もうね、すっかりあの、タバコもやめ、アイコスもね、吸ってないんですけど、あの、メンソールのね、あの、ノン、なんだノンニコチン <laughs> ニコチンの入ってないやつあれはね、あの、ちょこちょこね、あの、気晴らしに吸ってるんですけど、まあ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 、それを吸いながら <laughs>、 カフェオレ飲みながらやっていきたいと思っているんですけど、まあ別に誰,誰のための放送でもないんですけどね、なんか、まあ雑談とかでもね、本当にあの暇な時にだらーっと流しながら仕事してるというねあの、いいのか悪いのか分かんないね、メールも結構いただくので、まあそんな感じで聞いてもらえればいいかなと思うんですけれど、えっ、ー、とそうだな、2018年だから去年の 去年の年末とか、大変でしたね。去年の年末はね、ご存知の方も多いと思うんですけど、結構最悪でしたね。まず一週目に、あの、保険会社さんの保険のなんかプランの追加の話があって、で、えっと、まあ、簡単なね、えっと、心電図とか、あとなんだ 血液検査か。なんかして、それがね、あの正常だったら、あの本当にお安くね、追加プランができるっていうことで、まあ、血液検査とか全然してなかったんで、あまあ、ただでできるチャンスだな、ラッキーだな、と思って行ったらですね、えーな,えー、なんだあれ、えー、ガンマ。<laughs> 肝臓系がね、あんまりよろしくなかったですね。肝臓か腎臓かわかんない。忘れちゃいましたけど、だねあんま良くなくてですね。で、お酒の飲む量で言ったら、2018年って、 多分、2000、それまでですね、それまでの2000年代と比べたらね、50分の1ぐらいしかお酒飲んでないんですよ。まあ時間がなくて、飲みにも行ってないし。で、飲みに行ってる時だったら、平気で、どうだろうな。まあ一人じゃないですけどね、ブランデーやらウイスキーやら1本2本開けてましたし、まあ、弱いんですけど、お酒は。あと、あと、あれだ、あの、馬主のね、よくメルマガとかにも出てくる、あの、 お友達の川勝さんと飲んだ時とかで行ったら一人でシャンパン3本4本飲んでたりとかねそういう時代があったんですけどで全然飲んでなかったんで自信満々で行ったんですけどね思いっきり引っかかってまず保険に入れずでテンション下がるでえそんな中忙しい12月の中で1日だけあのえ友達とね近所,近所の焼き鳥屋さんでご飯食べる時があってでそこでまあ飲みながら楽しく喋ってたんですよでふとまあ携帯見て あの、まあ、自分のブログを何となしに開いたら、あの、エラーで表示がされない。おかしいなと思って。で、アットアゲロップの方ですけどね。で、テイクアップアームズの方見たら大丈夫。個人ブログも大丈夫。おかしいなと思って、アットアゲロップと同じサーバーに上げてるやつ見たら全部潰れてて、で、もうせっかくの休みだったのに慌てて帰ったら、その X サーバーからメールが来てて、 え、なんか、オランダから爆撃されてましてね <laughs>。な、俺が何したってんだって感じなんですけど、オランダに。なんか、むしろ好きな国なんですけど。え、で、やられて、まずサイトのデータ、サーバー上にあるもの全部消さなきゃいけない。でも、酔いも完全に冷めまして、で、サイト全部消して、会員サイトから何か全部消して、で、え、何日かが36時間ぐらいかな。もうちょっとか、丸2日ぐらいかけて、え、寝ずに不眠不休で復旧して、完全に直したんですけど、 その間に体重が3キロ落ちるというようなことがあって、いやーなんかもうだから最初の2週でズタボロになりましたね。で、その間はまあジムも行けずにで、一応僕まあちょこちょこジム行って、まあしょぼいんですけどね、しょぼいなりにジム行って、 まあ、体ぐらいは鍛えておこうと。まあまあ、20ね、20歳か25歳か過ぎたら、もうどんどん体は衰えていくと。すべてのことにおいて衰えていくっていう中で何かね、一つぐらいはあのアップしていかなきゃと思って、まあトレーニングしてるんですけど、一個ね、ベンチプレスで100キロ上げるっていうのを年内にやりたいなっていうのをすごい頑張ってて。で、まあ、100キロなんてね、簡単に上げる人もいますし、本当に若い人とかだったら半年ぐらいでひょいって上げちゃうんですけど、結局僕、 1>, 1年半、2年ぐらいかかったのかな。で、ラスト1回でですね、えー、やってみたら、まあ100キロが5回ぐらい上がったのかな。だから、それぐらいがいいことでしたね。あと、馬券的に言ったら、あの、漫画ストラップでね、えー、結構でかい配当を取ったっていうのが、それぐらいが救いで、本当に12月はドタバタしてて <laughs>、うん。 で前ちょっとあの本編の方の雑談配信とかでちらっと喋ってねあれなんですかとかって言われたんですけど結構あのしんどいねあのこともしてましてねあの不妊治療をねしててねえ特にねあの宇宙は2人とも異常がないんですけどねなかなかうまくいかなくてそれで結構あの結構大変なね治療をして結構行くとこまで行き着いてしまっているのでね金もかかりますし時間もかかるしっていうような状況で12月が終わって。 だからね、本当にあの、ホープフルステークスのポジションがムカつくんですよね。もう、あれがあるせいで、あの、ね、あの、ホープフルステークスが、なんだろうな、これまでなかった時って言ったら、まあ、2週間ぐらいは、あの、休めたんで、そこで、ね、いろんなこともできて、あの、まあ、例えば忘年会したりとかもできたんですけど、もう全くできない、できない状態でしたからね。だから忘年会もしてないし、もちろん新年会もできてないというような状態で、本当に、 しんどいい月だったなあというようなととううよころですねまあまあまあでもそうですねでまあ大晦日はガキの使いを録画しつつあのまあ「ジンをねあのペーパービューで買って見てたんですけどねあのメイウェザー対那須川天心ねまあいろんなことが言われてますけどうんよくもあのメイウェザーの前にねボクシングルールで天心立ったなあと思ってね いやもう実力差はもう歴然でね、あの、まあまあマッチメイクがね、体重的にもおかしいとかって言われてましたけど、メイベザーなんかもう体見てもほとんどトレーニングもしてないような状態でね、試合前にチキンとアイスクリーム食って出てきて、あの差,で差なんで、うーん、なんか、 あれでね、那須川天心をみんなでね、いじめて攻めるのはなんかひどいなぁと思って。で、競馬ファンの人はね、わかるかもしれないんですけど、同じ感覚の人いるかもしれないんですけど、別ジャンル、なんかジャンルは近く思えるんだけど、全くの別ジャンルのトップに挑戦して、っていう環境それって、本当にあの、名物あたり那須川天心の一週間前かな一週間ぐらい前にあった、あの、 有馬記念にね、おじゅうちうさんが、あのー、参戦したというところで、うん、なんかまあ過剰な期待を背負って負けて、まあでも本当にあの心ないことをあの馬にも言う人が結構いたりしたんですけど、でも単純に感動しましたしね、うん、なんかそういう夢が見れるのもいいんじゃないかなと思うんですけどね、なんか現実的なことばっかりとかじゃなくて、で、なんかもう、 なんだろ、世の中がなんかもう、叩こう、人を叩く、こう叩こう叩こうと、なんか燃えるもんないか、なんか燃えるもんないかってやってるんで、んなんかあれでもすごい炎上してましたけどね、多分、普段からそんなに格闘技に興味ない人たちがすごく怒ってるのもあるでしょうし、まあもちろんね、格闘のプロの人たちからしたら、ね、あんな階級差でボクシングルールで、しかも A イウェザーですからね、相手がね、あんなマッチング、マッチメイクするのはどうかっていうようなことを、まあ言ってる人がすごく多かったですけど、うーん、でも、 あそこになんか勇気を持ってなんかリングに立ったあんなね二十歳の若者をね見てね何かなんだろうなそのあの子の夏川天心のことを思ってね怒ってる人たちはもちろんいいんですけどなんか単純になんかもう叩きたくてなんかもううずうずしちゃってる人たちがあれにギャーギャー口出してるのはなんか嫌だなというような感じでねあの見てましたねだからでもあの試合が終わったとなんか僕も。 あーなんか年越し風呂入ったんですよ。あの、<laughs> 終わって、あの、2018年からお風呂入り始めて、2019年に出るっていうのをね、よくやるのが好きなんですけど、なんかね、風呂の中でもなんか、あーなんかすごい複雑な感情で、なんかお重長さんのこととかもいろいろね、あの、頭の中に湧いてきて、 うん、で、ネット見たらね、そんな感じでなんでか知らないけど <laughs>、炎上してたんで、なんかなぁと思って、嫌な2019年になるのかな、今年も、なんていうふうに、えー、思ったりね、してました。うん。なんかね、あのー、ま、あ今年はね、あの、年号、言語も変わるんでね、なんか、もっともっといい年になればいいかなぁというようなことがね、思うんですけど、まあ、年が明けてもすぐに自信はあるし、なんか、 ねえまた日本と韓国の揉め事っていうかまあねあのー、レーザーかなレーザーでしたっけあれをね照射されたりやなんやなかんやとかも,もう毎日事故はあるし事件はあるしねすんげえ嫌な嫌な気分でなんか日々過ごしててでもねこういう話を何だろうな身の回りのなんか同世代とかはねそうだそうだっていう話になってなんかこういう何でしょうかね 偉そうに言うと、なんかこの日本を憂うというか、そういう感じでなんかあの話したりするんですけど、ちょっとね、若い子たち、10歳ぐらい若い世代とかね、だと、より、よもっ10歳ぐらい若い世代より若い世代ですね。とかと喋るとね、なんかもう、なんでしょうかね、悟り世代、いや、悟りでもないと思うんですけど、なんか、まあ、しょうがないじゃないですか、そんなんで、終わっちゃうんですよね、<laughs> 話がね。うん。まあ、別に、まあ、なんか、バカは相手にしなきゃいいんですよ、とか。 うん、なんか別にどうでもない、なんかそんな金にならないことはどうでもいいんですよみたいな感じの人たちが多いのでね、なんかそれはそれですごく寂しいなあという、なんかあのなんだろうな、燃えたぎってる若い人たちがなんかちょっと減ってるのかなっていうようなことをね、思ったりもしますね、うん。で、また若い子たちのスキルが今高いですからね。 別になんか、あの、引きこもりの人とかのことをね、批判する人たちいますけど、なんか引きこもってパソコンいじってスマホいじってるだけで、そこそこのね、ネットスキルはもうあったりするんで、うん。だから別になんかやろうと思えば何でもやれちゃうし、なんでしょうね、なんか、うん、なんかなんでしょう、僕ら、僕ぐらいの世代がギリギリ、あれなんですかね、なんかあの、鬱陶しいおっさんになれる世代なのかなと思っちゃって、 なんんか近所に言いませんでした皆さんあの頑固お親父とかねなんか鬱陶しい親父とかいたと思うんですけどねああいう人たちもなんかいた方が良かったんじゃないかなと思ってる世代なのかな僕は。なんで、うん、でもなんかそういう人たちもいなくなっちゃうのかな。 思ったりなんやかんややかしますだからあのこの手のねあの雑談っていうかその競馬と離れたところの話をす,、あのー、するね、あのー、まあうちの会員のユーザー様だったり読者さんだったりねメルマガのいるんですよもうなんかほとんどこの人と競馬の話してないなぐらいプライベートなこととかね、あのー、まあプロレスの話とかサッカーの話とかする人とかいっぱいいるんですけど。 でもやっぱうちの、ね、読者さんたちで言ったら、まあ、世代的には僕と同世代がそれより上が多いのでなんかそのガミガミした話を、ね、してるのも合うんですけどねなななんんかちょっとなんだろうな若い人たちとそういういその手の熱い話をしてもなんかピンと響いてこないようなあの響いてこないというか響いてない、うん、なんかこっちの言葉が全然届いてないなっていうところでねちょっと僕も年齢を最近感じてる。 うんところがありますねもうだって僕4月で39ですからね <laughs> 39になっちゃいましたからね最初にブログとか始めてあの頃から読者さんしてくださってる人とかからすると多分一回りなんですよ12年経ってるはずなんでか26の終盤ぐらいで始めてんのかな多分20そうか26の終盤ぐらいにブログとか始めてコンテンツとかやって忙しくなっちゃったんで僕はあの水商売やめたんですよねっていうのはその 金曜日だけ休、金曜、うん、競馬のことやってると、やっぱ、金曜の夜、土曜の夜が一番忙しいんで、でも飲み屋ってそこが忙しいんですよね。で、両立することができなくて辞めちゃったんですけど、それから12年かな、経つんで、だから、 まだね、ピチピチのね、26歳、27歳の時から知ってくださってる読者さんたちからすると、本当に、竹内さん、老けましたよね、とかね、言うこと老けたね、とかって言われちゃうんですよね。うん、でもまあ、その通りなんですよね。ただ、その人たちも12歳確実に年取ってるんで <laughs>、そうなんですよね。だから、その当時だって、50代ので読者さんやってた方々がもう60代だし、うん。で一番マックスで今8、今、ね、80歳、80代の方もいますけど、うん。 いや、だからみんな着実にね、<laughs> 老けてってるなぁと、仲良く老けてってるなぁと思うので、まあまあいいんですけど、ただね、僕もだからもう40歳までのカウントダウンが始まって、あと1年と、1年と、2、3、4、3ヶ月ぐらいか、しかないので、うん、かといって何かを変える気もないんですけどね、まあ競馬のことは、あの、まあずっとこのペースでやっていくつもりですし、 そうですねまあ皆さんそのありがたいことにねその体壊さずにねあと10年20年配信してくださいねって言ってくださる方がいっぱいいるのでまあ、そこはねそこはやりつつなんかまあ息抜きでこうやって雑談配信とかまあ昔してたんでねしたいなと思ってますしまあ、顔出しでなんかちょっと企画も全然やってない,競馬,いな競馬特番っぽいチャンネルなんかもう2年間ねなくなっちゃってますからね。 もう忘れてる人の方が多いいんじゃないかな結構ね、楽しくやってたんですけどね。うん。そう、まあ、制作費はかからないんですけど、あれ。知り合いの、あのー、スタジオでやってたんで、まあ、その方がね、スタジオ辞めちゃったんで、作れなくなってるっていうのもあるのと、結構ね、あれの企画を考えて、台本を考えててやってるのが結構時間かかる。で、1日収録とかになっちゃって、実は。あれぐらいのサイズの番組でも。 っていうのもあるしあとなんだろうなうーんあれを作ってる中で一番面白いのが企画会議をしてる時なんですよ <laughs>。もう言いたい放題みんなで言い合ってるんで企画会議やってる時の内容が一番面白いんでいざやってみるとそれよりグレードが落ちちゃうっていうところでうん何かもっとね面白い形でやれないかなとかって思ってて。 まあ競馬絡みで言えばね、本当にあの今年あの名古屋競馬部とか作ろうと思ってるんですよ。本当に名古屋競馬行って動画回して、連日ね、開催中に出没してなんかみんなで馬券やって騒ごうみたいなのも考えてるんですけど、ただそれって今始まってもし見てくださる人がね、たくさん出ていて、特にあの競馬場の現地であの配信、収録したものの方が明らかに再生数がいいので、 見てくださる人もまあ必然的に増えるだろうなっていうことは思ってるんですけどただね名古屋競馬が移転するじゃないですかもうあのトレンの方にあれはね本当にあのいやー誰も反対しないのかなファンの人たちはあれ現地に行く人なんてほぼいないですよあの場所皆さんねあの今聞いてる人であの場所とか知らない人はねぜひ調べてほしいんですよ名古屋競馬移転先 で、そこを、あの、o g l e かなんかのね、ルート案内してみてくださいよ。最寄り駅なしって出るんですよ <laughs>。最寄り駅なしって、そんなバカなじゃないです結構かかるんですよ。うちからでも多分車で何1時間近くかかるのかな。だから、なんなら、あの、すぐにね、高速乗ってね、笠松行こうが早いんじゃねえかっていうような状況で。まあ、そうなると名古屋 K-POP も解散ですしね。 うんでもまあ、名古屋競馬といえばあの、加藤誠二君がね、友達のジョッキーがいるんですけど、だからその頃まで彼がやってるか分からないですけどね、ジョッキーを、なんか見に行きたくてもなかなか行けなくなっちゃうのも寂しいなというような感じはしますが、まあそんな加藤君ね、年明け早々最終レースでね、勝って、あのー、すごい得意げにね、インスタアップしてましたけど、<laughs> で、加藤君からね、すごく電話が正月になってて、あのー、まあ新年の、 あすんげえあの子はね律儀な子なんですよ。めちゃめちゃ真面目だし、まっすぐだし。でね、あの毎年あのあの1月1日にお電話く,くれるんですけど、今年ちょっとドラバタして出れなくてで、出れなくて何回もかかってきてで、名古屋競馬も僕ね、見れてなかったんですよ。 ね、3回ぐらい着信があっ,たあっても出れなくって、でも3回もかけてくるってなんだろうなと思ったら、多分ね、勝ったからね、勝ったからね、ドヤ感でね、多分あの電話をしてしてきたんだと思うんですよね。だからまだかけてません。<laughs> そう去年ね、加藤君とも会えてないし、だから去年本当に忙しかったんですよね、僕ね。何にも遊んでないし。ねえ、なんかオフ会とかも本当は去年したかったんですけどね。今年こそはしたいな、競馬場でって。それこそ名古屋競馬があるうちにね、 とは思うんですけどただね、平日の昼,なん昼にね名古屋競馬に来れる人が何人いるんだっていう状況ですからね、そのオフ会やりますよ、やりましょうって言ってね、その誰も来なかったら僕は多分辞めますからね、すべて。<laughs> もう精神的に多分来ると思うんで <laughs>、やめちゃうと思います。うん。でもその確率も結構高いんですよね。そもそも、 この12年間やってきて多分一番多い読者さん様の層がね多分九州なのかな九州の方はすんげえメールもらうんですよねいろんな方からあと北陸かな北海道も関東の人も大阪の人は少ないかなで京都は多いで名古屋が少ないんですよねめちゃめちゃ だから名古屋に出張があったから会いに来てくださったっていうような人とかいるんですけどね名古屋の地元でどうこうって人は全然いないいないんですよねほとんどいないなただ多分あのただ名古屋のね東海テレビのお天気チャンネルかなんかを外で撮影してる時に僕が信号待ちしてたっていうのを見た <laughs> 名古屋の方からメールいただいたことありますけどね <laughs> <laughs> あれはびっくりしましたねすげえなってでもそれで分かってくれたっていうのがめちゃめちゃ嬉しかったっていうことがあったんですけど、うん、でまたねこれ本当にテーマを絞らずに喋ってるんでいいのかでもねこれ次回からはねテーマを決めて喋ろうと思ってます。 もうあの、さすがにね、普段の配信でね、あの、何の予定もなく雑談始めて、30分とか喋って、これね、こっちでね、同じことやってたら本当怒られると思うんで、次回からはね、テーマ絞ろうと思ってるんですけど、まあ今日はちょっとあの、たまりにたまってる話のネタをね、ちょっとしていこうかなと思ってるんですけど、あと、そうだな、だから話のネタっていうところで言ったら、馬尻がね、あのー、アップルのね、iTune、あ、iTune じゃねえ、なんだあれ。 アップル、アップルの何でしたっけあのアプリダウンロードするところよく忘れちゃ、忘れちゃいましたけど、あそこからね、まあ、世界的にあの賭博系アプリが削除されたって言って、なぜ、馬尻は賭博アプリじゃねえだろっていうところなんですけど、まあダメで,で、個人のものはダメで、一部ね、会社とかでやっててほとんどこれを、なんか景品とかの感じみたいな賭博じゃねえかよっていうようなところでも、大手のね、有名な方のは残ってらっしゃいますけど、なんでね、馬尻メンバーがあの、 去年会社を一個立ち上げたのでそこでね、うましり今復活させようと思って審査に出してて全然あの通らないんですけどそのうち復活させたいんですけどまあうましりも本当はねもっとポンポンポンってやってそれこそねあの曲,曲までありますからねうましりの曲までやってキャラもあんだけちゃんと作り込んでるんでねいろんなこといろんなウェブ展開していきたかったんですけどでまあうましりはあれはもう本当に 僕が一番おっさんで監修しててあとは3三十1の方々があのプログラムをやったりとか全部なんかやってくれてるんですけどもともとのね馬尻の設定っていうのはあのー、あって、まあ、僕が言って、あのー、その3人に却下されたんですけど、まあ、主人公の、ね、女の子がまあいるんですけど、まあ、4人のキャラがいて主人公の子がいて、まあ、その子のねお父さんが。 あの競馬でで借金を作って蒸発するんですよ <laughs> いきなり暗いスタートなんですけどこれちょっとね僕のじいちゃんモチーフなんですよねうちのおじいちゃんの話たまにするんで知ってる方もいると思うんですけどあのもうとっくに死んでますけどあのでお父さんキャラその主人公のキャラのお父さんが、えっと、競馬で、えー、破産していなくなるでお母さんがその借金を返すために出稼ぎに行ってて、まあ、1人で住んでる女子大生の子は主人公なんですよねであの馬尻っていうサークルができて他に仲間ができてで競馬をやるわけですよ。 で、あの、まあまあ普通ね、親がそんなことになったら競馬には興味持たないんですけど、競馬に興味を持ってしまってですね、で、えー、2020年に開催されるというバケリンピックで優勝するためにあのサークルを動かしていくんです。で、そのバケリンピック、まあ1回戦勝って、2回、はりますよ話は、1回戦勝って、2回戦勝ってって言って、決勝戦が、えー、ロシアチームなんですよ。もうダントツの強さで決勝まで上がってきた、ロシアのバケンカ集団。 で、そこで出てくるのが、ロシアのマッドサイエンティストに改造されたお父さんなんですよ。主人公のこと。馬 <laughs> 券モンスターにされている状態になっている。で、そこで戦って、まあ、激闘の末、勝つわけですよ。勝つんですけど、そのお父さんを、はもうロボットになってるのでね、救うことはできない。で、えーまあ、そのお父さんをね、そのロシアから取り返そうとしたんですけど、結局ロシアに連れて帰られてしまう。 で、まあそんなあ衝撃的なね、再会を親とした主人公、真子がですね、えー、まあ、その大会が終わってまあ、優勝しましたと。でもこれからどうすればいいんだと。どうやったらお父さんを助けることができるんだっていう時にですね、あの、家にですね、母が帰ってくるんですよ。ずた袋を持って。で、ずた袋をボンと置いて、そこを、 置くとね蓋っていうか袋のね口がバッと開いたらねそこに札束が入ってるんですよでその時期にあの地方の地方競馬を荒らしまくってる女馬券家がいるっていう噂はねちょいちょいあのゴシップ誌とかに流れてたんですよそれがその主人公マ子の母親で出稼ぎで借金を返してるんじゃなくって地方競馬を荒らしてそのお金を稼いでたんですよ で、家に帰ってきて、その袋をボーンとそのメンバー4人の前に置いて、サスタワーを見せて,て、行くわよ、ロシアへ。って言ったところで、第一章カンっていう話だったんですよ。で、まあ、第一章もクソもないんですけど、アプリなんで。で、まあ、それをあのその、あの、アプリを作ってるメンバーにね、僕は一から、もっと、もっと長い尺を取ってですね、うちの事務所に喋ったんですよね。で、まあ、ただ、受けただけで、ボ、え、ツ、ー、だと。で、なぜ、なぜボツかっていうと、結局、 あの馬りアプリってちょっとやらしいあのプランがあってあれが万が一ヒットしてあのまあある程度の話題になったらちょっとね JRA に売り込みたいなと <laughs> 思ってたんですよでそ,それができなくても応用編で地方競馬バージョンを作って地方競馬に売り込むっていうプランがあったんですよね。 なので、その、競馬、要はその、競馬を動かしている本体に対してアプローチを仕掛けていくのに、まず冒頭で、親父が馬券で破産して、借金せよって蒸発したっていうくだりがダメだと。で、そこのくだりがダメだとですね、あの、僕が今喋ってた後の話、一切、あの、繋がらなくなっちゃうんで、中止になったっていう、ね、こんな裏話がね、実は馬いにはあるんです。 うん、でもなんか、できれば僕はその第2章のロシア編もね、えー、作っていきたいんですけどね。あのただロシアで,で競馬あるんですかね。ロシア競馬ってどうなんだろう調べたことないけど。うん、まあそっからはでもあの競馬じゃなくてもいいと思うんですよね、話は。うん、あの僕ね、そういう、ね、映画が見たいっていうのが結構あって、映画めっちゃ見るんですよあの。ホラー映画中心ですけど、あと海外ドラマとか。で、見るんですけど、あの結局ホラー映画 で続編が出ても全部当然ホラーじゃないですかコメディだったらコメディアクションだったらアクションでもあ,あれそうしなきゃダメかと思ってて例えばその映画の1がラブコメで始まってで、まあ、ハッピーエンドでファミリーができてチャンチャンで第そのパート2でそこにその殺人鬼が出てきてもよくないかと思うんですよそこからホラーで でそ,のそれが終わって生き残ったやつがその生き残ったことを見込まれてなんかあの何でしょうねその例えば軍人なり何な,なりになって今度アクション映画になるとかっていうのはダメなのかなと思っててそういうのをなんかうませでやれればなと思ってたんでだからロシア編からは別にあの料,理料理漫画でもいいですかね料理物語でもいいんじゃないかなと思ってたんですけどなかなかねこういうのはですねあの流行らないと。 いう判断で、やっぱ置きに行った方がいいんで <laughs>、あのね、あの、流行らないんで、流行らないっていう判断を取られるんで、なかなか、あの、誰も納得してくれないんですけど、僕個人としてはそういうのがいいなぁと思って、で、なんだったかな、映画のタイトル思い出せないんですけど、前半コメディで後半めっちゃエグいホラーっていうね、映画があるんだよな、なんだったかな、あれ。なんかそういうのもあるんですけどね、あとでもやっぱホラー映画とかそういうのもなんか、 が好きなのであのでで、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけどねそういうのを、ね、一回の名古屋競馬で動画撮れないかっていう話もあの競馬特番っぽいチャンネルやってる時代に、ね、話があったんですよ。その名古屋競馬連続殺人事件っていうのって結構ちゃんとね内容作ってたんですけどやっぱりその何でしょうねまあ公共の場でその殺人事件が起きちゃいかんだろうっていうことで却下されて。 なかなかねそういうのってねやれないんですよね特にまあ僕程度だとできないんですよねこれがもしねすごい知名度がある方だったりしたらできるでしょうしうんでもあとやっぱこの競馬関係の業界はね面白くないっすねあの YouTuber の方は面白い人たちいっぱいいるんですよ 最近知ったんですけど、前もね、ちらっとあの雑談で喋りましたけど、すごいエンタメに振り切ってやってる人たちがいて、すごいなと思うんです。ただ、このこっち側ですよね、本書いてたりとかね、あのー、そういうコンテンツ運営してるとか、そっち側の人たちはなんか全然面白くないですね、<laughs> 見てても。うん、なんだろうね。 なんでこんな面白くないんだろうってくらい面白くない,くないですか <laughs> なんか。うん。た多分その競馬の話以外をする,すると当然批判されると思うんですよね。まあ僕もはしますけど。<laughs> それが嫌なんだろうなと思うんですけど、別に、そ、ね、あの、なんだろうな、そこに特化してるからって他のことやっちゃいけないとは僕は全然思わないので。 あのなんかもっと楽しいことやればいいのになあって活性化するのになあっていうふうにはね思って見てるんですけどねうんなんかねけなし合いみたいなことばっかしてますからねみんなね皆さん素晴らしい方々だと思うんですけどなんか競馬の方にな何だろうなうーんなんかね弱みも見せたからないですしねなんか見ててもオラオラ系の人が非常に多いじゃないですか。 それも結構鬱陶しいなと思ってよく見てるんですよね。僕、オラオラ系がすっごい嫌いなんですよね。あの、無駄に尖ってる人、なんかコマーシャル、最近やってるコマーシャルじゃないですけど、あの、無駄に、無駄に尖ってる人たちのあの、うざさはね、ほんとないですよね。えぇ、ー、ほんとあの、ドン・キホーテ行くといっぱいいますけどね。<laughs> ほんとね、あの、ドン・キホーテは巣屈ですよね。そういう人たちの。なんなんだろうな。な,なんであの、でもドン・キホーテ、あ、でも、 他県はどうなんだろうう名古屋はねね結構ドンキ増えたんですよ、ね、そうだからあのー、あれだテレビの中からドン・キホーテっていうそのああいうお店があるっていうのを結構多くの人が知ったのは多分ダウンタウンのまっちゃんがドン・キホーテが好きだっていう話でなんか結構いじられてたりするところだったと思うんですけど僕ら名古屋の人って多分ドン・キホーテその頃全然知らなくて、えー 最初のびっくりドンキーかと思ってたぐらいわかんなかったんですけど、で、名古屋にも結構できて、今どこにあるのかなえー、北区にもあるし、今池にもあるし、まあ、言ってもわかんないか、こうやって。えー、山王のあたりにもあるし、まあ、あの、名古屋のね、えー、繁華街の錦の角っこにもあるんですけど、ドンキホーテが増えれば増えるほどコンビニの前からヤンキーが減っていったっていう <laughs>、 <laughs> なんかそうやって思うんですけど皆さんの件はどうなんですかね宇宙多分名古屋はそうだと思うんですよねだから僕らはなんか若い10代20代の頃って多分コンビニの前コンビニの前ぐらいしかなかったんでねそこでタムロシするかカラオ、まあ、ケボックス行くかとかまあぐらいかなファミレス行くかでもファミレスもそんなドリンクバーとかあったっけななんか飲み物も高かった気がするんですよね僕らが二十歳ぐらいに来てまだ。 んで今ドン・キホーテの話になったんだそうだ、オラオラ系だ。そう、オラオラ系の人たちはね、本当にね、鬱陶しいですよね。あれはもう、あの、運転、煽り運転とかもしてきますからね、平気で。何なんでしょうね。なんでああいうふうになっちゃうのかなっていう。ため息出ます。そうだなまあまあ、オラオラ系の人、オラオラ系。まあ、メールのオラオラ系の人たちも結構いますけどね。 お問い合ほんとかがね,本当ねあのオラオラ系の人たち結構いますねなんかいきなりブチ入れてる人たちいるんですけどまあ別にあの普通に送ってくだされば普通に返すんでね別にそんなにオラオラしてなくてもいいんですけどただまああのオラオラ系の方々はそうだなうーんまあこっちもそんなあの 何て言うんでしょう、オラオラ対応で返すんで、別にいいんですけど、まあそれで成立するし、まあ、別に向こうの人は、あの、わざとオラオラしてなかったりもするので、えー、あの、何ですかね、あの、オラってる感じがあのメールに出ちゃってるだけなんで、いいんですけど、そのメールっていうところで言えば、あの、竹内コンテンツ、名前、 覚えられない説っていうのが結構ありましてこれ結構ね悩みなんですよねほぼメルマガとかでも書いてないんですけどそのわざと皆さんがやその方々がやってるわけじゃないんで書くと嫌味になっちゃうんであんまり書かないんですけどあのー、結構ね浸透しないんですよね複雑な名前つけちゃうからから,からなのかもしれないんですけどうんまあブログのアットアギャロップで言えば だから、ま、アタ、アタアロップとカタカナで来たりね、アタアロップの記事なんですけど、とか来たりとか、ま、レコードフィルターって毎週更新してるやつも、まあ、まあ、なんかレコードフェー、なん、なん、なんていうのが多いかな、レコードフィルターは。ま、最悪で言えばレコードファイヤーとかね、でカタカナで来たりしますし、あとはあの、テイクアップアームズはひどいですね。ええ、もう、だって運営開始して4年ぐらい経って、 で長年の会員様たちに僕もいちいち突っ込まないん、ね、でメールで <laughs> 名前違いますよって突っ込まないんですけどむちゃくちゃ間違いが多いですね本当もう尋常じゃないぐらいのだから「テイクアップアームズ」っていう風にあに書いてる人、まあ、名前を書いてないメールも多いんですけどねもちろんね多いんですけどテイクアップアームズって書いてくださる人よりも例えばあと「ティーアップアーム」って書いてりとか 書いてもう本当とにひどいともうティアップとかなんかそういうのがむちゃくちゃ多いですねあれはだからもうテイクをタケとんでタケアップって書いてる人もいますしそうですねティーアップティーアパーマーズとかって本当になんかのひらがなで書いてある人とかいて、まあ、どこまで本気なのかあの 要はツっコみ待ちなのかガチなのか分からないんですけどそういう人はめちゃくちゃいるんですよねであれ結構傷つく <laughs> 結構ねああ名前浸透してないんだなユーザー様なのにって思ったりしますしまあサイトにもテイクアップアームズって書いてあって会員コンテンツも書いてあってでメルマガとかでテイクアップアームズでこんなふうこんなの配信開始しましたっていうやつの返信にティアップンの,そのメルマガで見たティアップンはどこにあるんですかとかって書いてあるんですよね テイクアップアームズって書いてあるのにそうやって書くっていうのは一体どういうことなのかなと思ったり。なあまあ、ビクトグラフはもう一番ひどいですよね。だから一番多いのは、えっ、ー、と、ピクトグラフ。えー、ピクトグラム。えー、あとビ、ビ、えー、クトグラフ。ビクトグラフ。えー、ビクトグラム。とかそういうのはもう本当に日常茶飯事でありますし、そうですね。 まあ、ビクトンとかね、ビクターとかって来る時もありますしね、ベクターとかね、そうやって来る時もあるんで、だから一瞬、その分からん、だ、だいたい分かるんですよ。あ、テイクアップだなとか、ビク,あビクトグラムだなとか。分かるんですけど、その、ベクターとかって書いてあると、もうなんとかビクターって書いてあると、そのビクターの話なのかなって思っちゃったりもね、普通にするんでね。 なかなかね、名前がね、あの、定着してないのがね、切ないなぁと思いますね。うん、な、なんだろうなぁ。もっと覚えやすい名前にした方が良かったかなぁとは思うんですよね。でもなんか横文字、まあ、ビクトグラブなんで完全に造語ですからね。まあ、ビクトリーと、まあ、つかむでグラブで掛け合わせたんですけど、あと、まあ、ピクトグラムとかでも、まあ、いろいろ掛け合わせて作ったんですけど、 ここまでね、浸透しないとね、ほんと全部名前ね、変えてやろうかなって、ちょっとね、コンテンツ思ってたりも実は、えー、したりします。はい。うん。<laughs> ま、そんな感じかな <laughs>。いや、ひどいな。やっぱ雑談配信はダメだな。ダメだなだっていうか、いいんですけど、これはだから、あの、本当にもう雑談配信って言ってるんでね、もう嫌な人は最初の1分で切ってると思うので。 まあまあ別にいいんですけどね。まあまあ皆さんがね、寝る時とかにね、あのー、別に画面も見なくていいんで、あのー、iPhone からね、音流してくださってれば、くださってる人がね、一人でもいればね、あのー、その方のために喋ってるというような、えー、感じでいいんですけど。で、そうだ、iPhone といえばですね、そう僕の、iPhone63 年ぐらい使ってたのかな。 何年も使ってたかなもうね、電池がですね、家で充電100%パーにするじゃないですか。100%パーにして、電車乗って2駅ぐらいですね、あの、ドラゴンボールのドッカンバトルか、今のキャプ,キャプテン翼か、えー、パワサカ、えー、あと、ウイーレ。 あと何だあともう一個あったな。もうモンスト最近やってないか。そんぐらいか。そういうゲームをですね、二駅、まあ大体5分ですね、やって、えー、降りて、電車降りて、えー、電車の改札出たぐらいに見ると、もうね、電池が70%ぐらいしかない状態で1年使ってて、さすがにね、あの、しんどいなと思って、ただあの、スマホ、あの iPhone の交換であの、ソフトバンクに行くと、 めちゃめちゃセールスされるわけじゃないですか。もうなんかいらねえっつってのに iPad 持ってくるし。で、あの、基本的にあの Wi-Fi でしかあの動画見ないっていうか、まあ動画も別に俺スマホで見ないんで、あの、 外でね 4G とかで見ないんで別に容量もいらねえって言ってるのになんかもう50ギガのやつにしてこようとするし訳のわかんない保証プランとかなんかソフトバンクなんかこれはあの1ヶ月したら解除しても結構なんでとかって言いながらすっげえセールスされるのが嫌で嫌であのそれにあのいちいちあのー。 引き返ししたりとととかかてると本当に1時間とか経っちゃうんですよね、うん、なので行きたくねえなぁって思ってたんですけど、なんとあの、通販で機種編ができるっていうことを知りまして、えー、知ったのが今週の月曜日ですね。<laughs> 月曜日に見て、でもただね、今の iPhone なんですかあれは、iPhone の新しいやつ。なんか14、15万するの。いやいや、Mac 買えるし、もういいと思って。で、まあ、iPhone8 がほぼサイズ感も買わないといで iPhone8 かな。 をポチポチってやって、機周辺でって、今、えー、マイソフトバンクログインしてってやったら、あの手続き完了しましたとかって言ってで、2日後、だから月曜日の夜中に、夜中っていうか、明け方にそれをやって、でえー、と昨日も届きましたね <laughs>、昨日届いて <laughs>、で、まあ、iCloud で全部データも返ってきて。 こんな一瞬で買えれるんだったらさっさと買えとけばよかったなと思ってねゲームずーっとね3時間ぐらいやっても電池10%ぐらいしか減らないですからねあのー、だから同じようなねことであの機種変するの嫌だなってあのお店まで行くの嫌だなって人はねぜひ通販でやるといいと思いますほんと何のセールスもされないですしそれこそプランもね自分の好きなようにできるのですんげえ安くなりましたね機種変したのに12000ぐらいあったのが8500円ぐらいまで安くなったんであこれはいいなと うん、で、念のために、月々の,あのギガの使用量を見たら、1ギガも使ってなかったっていうことなんで、まあ、あの、なんか、使った分だけ課金されるやつの、えーな、なんちゃらプランってやつがあるんですけど、えー、なんだろうな、あれ。で、50ギガまで使っちゃうと、50ギガ使い放題の方が安いんですけど、<laughs> 1ギガしか使わないんで、めっちゃ安くなって。 なんか節約できてラッキーだなというような感じでしたね。ほぼ外で見ない。だから外で、あの、どうしても競馬の開催中に何らかの理由で外に出なきゃいけない時とかは、あのー、あれですね、グリーンチャンネルを見るぐらいなんで。だから、あの、だから、そうだなだから、さっきの冒頭の話じゃないですけど、やっぱ世代的にね、そういう世代じゃないんですよね。もう僕とか。この iPhone とかの、 この画面サイズで映画とかドラマとかアニメ見ようと思えないんですよね。なんか少なくとも最低15インチぐらいのパソコンじゃないとちょっと見る気にならないなーっていう。だから、あの、Hulu とかもね、僕加入してるんですよ。あの、ウォーキングデッドが好きであ、まあ後でその話を。あの、Hulu 加入してるんですけど、Hulu をね、スマホで見たことは、本当に長風呂するぞっていう時に、 えー、暇すぎてお風呂で見たのが1回あるだけで一度もそれ以外はね使ってないですからねうんでもでも電車の中とか見るとやっぱ若い人たちとかねあのイヤホンして iPhone 見ながらねあのクスクス笑ったりしてるからねやっぱ全然もう世代のそういうのが違うんだろうなと思ってうんそうねだから でも最近そういう面で言ったら僕らが若い時とか15、まあ、10年20年前とかになるとあのなんだ CD ディスクマンとかウォークマンとかね MD プレーヤーとかで音聞いててガンガンに音漏れてるやつに対してあの結構みんなキレてたりとかねしましたけど最近そういうのがないですもんねみんな好き勝手に携帯見て映像見ててしてるんで。 まあそういう人たちにはね、あの、大きいプランが、あの、いるのかもしれないですけども、全く僕はそういうのはないので、すごく安くなったっていう話なんですけどね、何のオチもない。そう。で、まあ、フールーの話、ちらっと出ましたけど、まあ、読者さんでね、好きな方いっぱいいるんで、あの、そういう話もするんですけど、ウォーキングデッドが好きで、えー、シーズン9、あの、もう来月ね、あの後半戦スタートしますけどね、ウォーキングデッドも見ます。 しあと好きなので言うとあのビッグバンセオリーこれ海外で多分すごいトップクラスのコメディですよねこれすごいおすすめです出演者がねあの主要キャラがねあの22分のドラマなのに1本ね1本当たり1億もらってるっていうね <laughs> あのオタクの子たちをオタクの子科学者たちの話の、えー、ドラマなんですけどあとおすすめできるのプリズムブレイクハンニバルあとパス かなザ・パスって宗,宗,宗教の話とあとあれですねあのー、インポスターズ、はい、切るとこ間違えると変な風に聞,聞こえちゃいますけど <laughs> インポスターズって言うと結婚詐欺師の、えー、ドラマなんですけどねそれのねシーズン1がすごい面白いんですよねその結婚詐欺からの詐欺の話なんですけどねもうシーズン2からあんまり詐欺感がなくなっちゃって全然違う内容になっててでさっき言ってたあのー 1>, 1と2でね、映画の内容をガラッと変えたら面白いんじゃないかっていうのがちょっと由来なのがこのドラマなんですよね。1と2のテイストがね、違いすぎてね、ちょっと入れなかったっていう。うん。だからシーズン1だけ見ることをお勧めします。あとはあの僕、セックスザシティとか好きですからね。結構あの、女の人が好きなドラマも結構好きです。うん。そう、海外ドラマとかね。だから日本のドラマとやっぱね、規模が違うんですよね。なんか、あの、スケール感が違うっていうか。 うーんだからな,なんだろうな。海外のドラマ日本でリメイクなんか絶対、まあ、ウォーキングデッドなんかしようがないですし。うん。で、なんだろうな。海外の方の、海外ドラマだと、まあ、知ってる人は基本出ないじゃないですか。ドラマ役者さんが多いんで。そうなるとなんか、その、そのキャラとして見れるっていうのが、すごいあるなと思ってて、日本の、 なんだろうな日本のドラマで言うとまあ僕ほとんど見ないまあ今日から俺ははねめっちゃ好きでしたねやっぱドンピシャ世代なんで,えで僕あの今日から俺はミツハ橋に憧れて僕中1の時に金髪で学校行き始めたんですよ <laughs> えでそんぐらいあの影響があった漫画なんであれはすごい良かったですし逆に僕あのその最近の若い役者さんも知らないのであの あのね、ドラマに出演してたあのメインの若い方々っていうのは全然、えー、知らなかったので逆にそれがすごいあの入り込めてたりもしたんですけどあの、そうだな。例えば これは逆にすごいことでもあるんですけど、福山雅治さんが出てるドラマは、福山雅治さんしか見えないとか、そうなっちゃうとなんかね、感情が入らないんですよね。まあ、あの、三人、B、組金八先生は僕大好きでマニアなんですけど、あれはね、もう武田鉄矢イコール金八みたいなところがあるんで、まあ実際のね、武田鉄矢はすごいあの毒、毒舌なんで、全然金髪と <laughs> 違ったりするんですけど、なんでね、海外のドラマはなんかスッとなんか入れて、なんかあの、もう例えば、えっと、 なんだろうな、ウォーキングデッドで言ったら、もうリックはリックだし、うん、ダリルはダリルだし、グレーはグレーだしっていうように、なんか役者の人のことをあんまり考えずに見れるので、なんかすごくそれが良くてね、えー、この数年ハマってますね。昔はそんな見なかったんですけど、うん。このセックスザシティが深夜に地上波でやってるのを見れたぐらいなんですけど、<laughs> ウォーキングデッドで一気にね、ハマりましたね。うん まあ、ウォーキングデッドもね、シーズン7、8はね、ぎゅっとまとめて終わった、シーズン1つでいけたのになーっていう、まあでも人気になってくるとね、先延ばし先延ばしなきゃいけなくなったりとかしますからね、まあ漫画でもそうですよね、ドラゴンボールとかでも。うん そうだからやっぱ中身を薄くしてね、伸ばしていくしかなかったりするんですけど、まあでもシーズン9になって、またちょっと面白さが戻ってきて、なんかゾンビ西部劇というか、開拓劇とかいうか、なんかそういう、なんかあの、世界観になってるのはすごくいいなと思いました。うん。来月からまた始まりますけど、でも本当フールとかってね、だって月いくら、1000円ぐらいですか ?1000 円ぐらいで、まあ見放題なんで、うん。 あのレンタルビデオ屋に行くことがほとんどなくなりましたよね。まあ、レンタルビデオ屋って言い方がね、今度これが若い人に伝わらないんですよね。ビデオの世代じゃないからね、もう。レンタルビデオ屋は伝わらない。早送り巻き戻しものがいまいち伝わらないしね。うん、なんかそういうのも切ないな、というところなんですけど。<laughs> そうだな、フールー。フールー結構おすすめです、安くて。うん。超暇つぶしてきます。 アニメもいっぱいあるしうーん、映画もね、結構邦画もいっぱいあって、今はあの大泉洋のやつとかいっぱい入ってきたりとかあのしますし、あと日テレ系のね、あのー、コンテンツなんで、日テレとかのドラマとかを録画する必要はないですね。 <laughs> だ今日から俺はとかでも、あの、録画しなくても入ってきますし、ガキの使いとかもそのまま放送終わったらすぐ見れるんで、だからそういう点でもなんかいいなっていう感じですね。まあ日テレはよく見ますからね、僕ね。うん、まあね、まあ富士も見ますけどね、なんか富士テレビ見るっていうとなんか叩かれそうな <laughs> 世の中なんで、あんま言わないですけどね、まあそれも変な話なんですけどね、まあ一時期ね。 2000年代のね、富士がちょっとね、ちょっとあのー、ちょっと全力でね、あのー、左に振り切ってましたからね、まあまあ、しゃあない自業自得だとは思いますけど。うん、そう,そうそう、あ、そうだ、だからあと、そうですよ、そうですよ、そうですよ、うちの読者様にはプロレスファンが多いんですよ。プロレスファンがすごく多くて、プロレスのメールを、プロレスの話をね、よくするんですけど、 うん、そうだそうだそうだ。今日はプロレスの話がしたかったんですよ <laughs>。年末年始の話をして、そうですね。え、何の話で終わったんだ年末、12月大変だったっていう話して、えー、1月1日の加藤誠司のドヤ電話があったから出なかったっていう話で終わっちゃったんだ。そうそうだ、だから1.4ね。東京ドーム大会、皆さん見たでしょうか、ね、新日本プロレスワールドで。初ですね。全チャンピオンが、えー、防衛失敗と。 いうことで、えー、チャンピオンビルドが全て移動したということになりました。で、メインはね、棚橋博士がもう8度目ですか、IWGP ヘビー級王者に退官して、ケニー・オメガとのイデオロギー闘争に、終止符なのか何んのか分かりませんけどね、えー、打ちまして、で、内藤哲也はクリス・ジェリコに勝って、で、岡田がね、J. ホワイトに、あのー、成功法で、本当短時間で負けてしまったとか、なんやかんや、まあ、いろんな結構波乱もあったりなんかして、で、1月5日になったら、あのー、 まあ何かが起こる1.5と言われてるんですけど、まあその1月5日で、えー、まあそうか、わからない人に、わ、えー、かりやすく簡単に説明すると、新日本プロレスっていうのはまあ1年間やってきて、1月4日に必ず東京ドーム大会をするんですよね。で、今回もすごく4万人近く入ったんですけど、年の初めなんで、そこからの始まりっていう、えー、ふうに思う人がいるんですけど、 基本的に新日本プロレスは1月4日でその1年が終わると考えるんですよ。考えるような、えー、ストーリーが、えー、作られているとで。1月4日にこれまでの戦いの、まあ、結,結論が出て、まあ、新しい王者が生まれたり防衛なんかしたりなんやかんやして、一つ一旦結末があって、そこでなんか年越す感じなんですよね。で翌日の1.5の後楽園ホール大会で、来年は東京ドーム2連戦になっちゃったんですけど、後楽園ホール大会でいつも何かが起こるんです。例えば、 えっとまあ、一時期ニュースにもなっ,たなってた人なんで知ってる方も多いと思いますけどもともと新日本プロレスにいた中村慎介っていう選手がいて、まあ、今あの海外でね WWE に行ってえっとまあもうあの何ですかねえっともうちょっとでねチャンピオンになるんじゃないかっていうことで本当に一般の,あのワイドショーとかでも取り上げたことがある選手なんですけどで彼が唐突にえっと えー、その当時まだジュニアだったケニー・オメガ選手に負けるんですよね、1.5で。で、なんかおかしいなとで、よく考えたら1月4日にその AJ スタイルズっていう選手と試合して、あのタイトルマッチやった時も、なんか試合後にそ,その選手と拳を合わせたりとか、で試合後のコメントもなんか、ちょっと意味深だったりなんかして、おかしいなーって思ってたら、そこで対談なんですよね、退団するから負けるんですよ、負けてるんですよ。 っていうことがあったりとか。で、あと、えっ、ー、と、まあ、カール・アンダーソンっていうのと、えっ、ー、とドグ、えー、ギャローズっていう、いあのー、日本でも結構、人気な、えー、外人タッグチームがいたんですけど、まあ、この2人もね、移籍の噂が出てたんですけど、急に試合後にですね、あの、四方に礼をしてね、座って、あのー、本当に三つ指ついて、あの、お辞儀するようなことをやってとか、ああ、おかしいな、ってやっぱ移籍しちゃった、みたいな。そういうようなことが結構あるのが、一が1.5なんですよ。 で、今回の1.5っていうのは、ほぼ特に何も起こらなかったんですけど、あの、その、ケニー・オメガっていう選手を中心としたザ・あのまあ、エリートっていう、まあ、チームがいるんですけど、そのメンバーがゴストリ誰も出場していない。 で,で、このエリートっていうのは新しく団体を作るんじゃないかって言われてたんですよ。言われてて、で、2日前かな ?2 日前の朝、僕、海外生中継見たんですけど、その、えっと、オールエリートレスリングっていうのの決起集会っていうのがあって、そこにゾロゾロとそのメンバーケニー・オメガ以外は出てきたんですけど、なんで、えっと、ほとんどまあ移籍してしまうんじゃないかな。新日本プロレスは絡まなくなってしまうんじゃないかな、みたいな。そんなような嫌な空気だけが残った1.5っていうのを、えー、今年見て、 えー、そうですねでその1.5を見たのが、えーっと、金牌の後なのかな、金牌の後に始まったのかな。だからすごく暗い気持ちで、実はあのー、週末過ごしてたっていう <laughs> 話があります。はい、でこれがね、プロレスファンの人は、ね、伝わると思うんですけどね、<laughs> そもそも、なぜか競馬ファンにプロレスファンが多いっていうのは昔から知ってたんですよ。 感じてたんですよだけどやっぱり僕がこうやってプロレスの話とかをすると「いややっぱあんなや八お長じゃん」とかって言う,んです言う人も多いんですけどねただ八王うーん、そもそも格闘技ではないのでプロレスは。 海外はね、あの、もうカミングアウトっていうか、これはそういうドラマですよ、作ってるエンターテインメントですよっていうふうに言ってやってるんですけど、まあ日本はね、多分ね、それが、なんだろうな、日本の日本人的なところなのかな、言えないっていうのがあって、まあ別に僕はそんなカミングアウトしてもしなくてもみんな分かってるから言わなくていいと思うんですけど、別に勝ち負けが決まってて、シナリオが決まってたとしても本当に素晴らしい試合はあるし、本当に大怪我する選手も、 いいいっぱいいますしそれこそ死んじゃった選手もいますし、うん、だから僕はなんかあの格闘ドラマっていうかねあの終わらない本当にあの終わらない何クールあるんだっていうようなドラマでというような感覚で見てますうんそれこそさっき海外ドラマの話が出ましたけどシーズン123とかってずっとつながっていってるっていうところで言ったら、まあ、プロレスなんかで言ったらじゃあ例えばもう昭和の頃からずっとつながってますしね うん、少なくとも僕が見始めたのが90年なんですけどそこから、えっと、今20だから8年経つのか28年かねずーっとその物語はつながってますからね <laughs> なんだかんだで、ねうん、そう例えばじゃあ誰かが円髄切り円髄切りをね一回打つだけでやっぱアントニオ猪木が頭に浮かぶっていうところはもう物語がつながってるしうん まあこの選手の付き人だった。例えば、あの、武藤敬司のね、棚橋博士が付き人だったとか、そういうところから行ったら、ずっと繋がっていくわけですよ。いろんなことが、いろんなドラマが。うん。そして多分、おそらく団体が潰れるまで、それは続くので、まあ、これからね、まだ新日本プレス今、バリバリすごいですから、人気もすごいし、プッションとかね、本当に女の子が増えて会場に。僕らが秋の頃なんで、本当もう汗臭いおっさんしかいなかったですからね。いや、もう本当にね、あの今でも会場行くんですよ。その、土曜、 土曜のね、開催の時はね、競馬の更新作業があるので、行けないんですよ。なんで、今年でも名古屋で土曜日ね、ビッグマッチがあるので、行けない。もう本当無念なんですけど、まあ日曜にね、大会がある時とかは、まあ、とか平日の時はね、行くんですけど、もうね、99%おっさんだったのが今、半々ぐらいですからね。で、ファミリー層も戻ってきてるし、はなんか、すげえ嬉しいなっていうふうに思うんですけど、ファンとしては。 まままあまあまあそんなプロレスね、あのー、結構あの僕がちょこちょこメルマガで書いたりしてのを見て見始めたっていう方もいるんですけど、あのななんだろうなプロレス、あんまりねそのね勝ち負けにこだわらずにその物語を楽しむとすごくね、えー、プロレスは楽しめると思いますし、うん、でそういう中でもそのやっぱ発言とかは本当ですし、その選手が思っていることを言うし。うんで 強けければ上に行けるってもん,じゃもんじゃない世界だしなんかすごく見ててねあの面白いです、ね。であの自分をあの自己投影できるような選手もきっとねいるしだからすごくねあのエンターテインメントとして見るのはすごくねあの面白いと思いますし結構僕はあの、うん、誰にでも,誰に,も誰にでもあのプロレスと競馬はねおすすめしてますね。ええ ギャンブル嫌いな人はもう本当にプロレスをぜひどうぞというようなところでお勧めしてるんですけどそうだなプロレスの話で言うとうそうですねプロレスの魅力を伝えるために話せることうんあそうだなだプロレスって多分相手との戦いというよりは相手と戦うことをと通じて お客さんんとの戦いなんですよねどんだけ素晴らしい試合をするかどんだけ心に響く試合をするかっていうところでお客さんを納得させることをしようとする、うん、その納得のさせ方がやっぱり選手によっては飛んだり跳ねたりする選手もいるしえぐい攻撃を入れる選手もいるしじっくりクラシカルなものを見せる選手がいるでそうい,ういろんな価値観がある中で自分たちの価値観がお客さんにどう伝わるかっていうような戦いをしてるのはプロレスなんですよ。だから個性がありますよね うんだからプロレスっていうのはそのなんだ格闘ゲームとかみたいな動きもしますけどそ,そのキャラたち選手たちがみんな感情を持って自分の思いがあって戦ってるっていうそういうところがすごく面白いなと僕は思ってますしねあのプロレス本当に僕はプロレスラーは心底リスペクトしてるんで。 あのぜひぜひね、あのこれをきっかけにプロレスをね、あのちょっと見ていただければ嬉しいかなと思います。まあ、YouTube とかとは、ね、あの減ってますけどね、もう削除されちゃって。<laughs> あのどうしても新日本プロレスがあの映像コンテンツを作ったので、あの過去の映像とかねネットの違法アップロードとか全部消されちゃってるんで、うん、まあていうか、まあ、違法アップロードを進めていかんんですけどね、そもそも。うん だけどそういうところもなんか曖昧になってますよね今ねもうだって音楽ももうただで聴く時代だって僕らの時って言ったらやっぱお小遣い貯めて XJAPAN の CD 買ってビデオ買ってってしてましたけど今なんてもうじゃあ好きなバンドのニューアルバムとか発売日に YouTube にアップされてたりしますからねしかもいい音質でそれはね CD 売れなくなりますしそのいろんなバンドがねそんなにね活動したり派手にできなくなっちゃうんですようん で、結局だから、その、なんだろうな、ファンがお金使わなくなっちゃってるジャンルはもう潰れてきますよね。やっぱり。<laughs> 音楽特に音楽ですよ、今は。うん。<laughs> だプロレスの場合はみんなすんげえお金落とすんで、<え>あの、<laughs> 新日本プロレスだって今過去最大利益ですからね。あんだけ聴衆やなんやって昭和に盛り上がった時より今のが稼いでるっていうのはやっぱファンの人がお金を使うし、やっぱそうやって、 お金を使うことでその団体が潤って選手も、えー、頑張れるし選手を見る機会も増えるしっていうのが分かってるのがやっぱねプロレスファンでプロレスファンって多分そういうとこ大人なんですよねそもそもプロレスの仕組みを理解した上で全力で夢中になれるって多分すっごく子供なんですけどすっごく大人なんですよ大人なん出すよプロレスファンっていうのはおそらくうん 僕多分ね、アイドルファンの人たちも結構通じると思うんですけど、僕全然アイドル好きではないので、まあ一時ね、あのアイドルの子たちとラジオとかやってましたけど、アイドル好きではないので、あれなんですけど、あの人たちもね、すごくね、あのファンの人たちと喋ると大人ですね。めっちゃこう考え方がね、あの大人の人たち、大人の人たちが全力で子供の部分を出して楽しんでたり、一歩引いて大人の考え方をして、じゃあなんかグッズ買ってあげなきゃ、あのー、 活動していけないのかなとかっていうところでなんかお金を使うっていう。で、心ない人たちはね、それを貢ぐとかっていうのうい言い方するんですけどね、いやいや、そのジャンルを、そのジャンルを大切に思ったらやっぱお金使わなきゃダメだなっていうふうには、えー、僕は思いますね。だからそれが全くできてなくなっちゃったのが音楽かな。 うん、映像関係はまだいいですよね映画とかは、まあ、今 DVD 出るのも早いですからね DVD、まあ、レンタルで借りるのも別にお金を使うということになるけど音楽に関してはもう,うん好きなバンド名なんかポンって入れたらほぼ全曲でありますもんねであれをなぜ削除依頼をもっとしないのかなと思いますけど例えばあの厳しいとこで言ったらあの「マキシマムザ・ホルモン」とかって全然ネットに上がらないですよね。 消してますよねホルモンは、うん、だからちゃんとその辺してるんだろうかな,ろうなとかって思ったりもしますしただその反面でじゃあ,あの僕がもうほんとに小学校の頃からファンの XJAPAN がなぜあの解散してからファンが増えてで今復活してから、まあ、復活してからの方がもう期間が長くなっちゃってますけど今こんだけあの例えば YOSHIKI さんとかすごいことになってるじゃないですかテレビに出れば視聴率もすごいし。 ゴールデングローブの曲も作るし海外でもあのいろんなスターたちと交流があるし、まあ、アルバムは全然 <laughs> 出してくんないですけどあので,でじゃあ結局 XJAPAN が何で復活してからこんな海外でも人気になったって言ったらやっ YouTube に音楽が曲が上がっててそれを聴いた人たちがどんどん広めてったからっていう側面もあるんで一概に悪いとは言えないんですけど ただね、あまあ、僕の好きなバンドで、あと、ディル・アングレイっていうバンドがあるんですけど、本当になんかディルがアルバム出した時に、まさかなと思って、次の日ぐらいに検索したらもうフルで上がってましたからね。そんなことしたら、それは CD 売れんだろうって感じですよね。だから僕らだって90年代の頃って、多分これ聞いてる人って90年代の頃が、あのー、 にね、あの楽しく遊び回ってた世代の方も多いと思いますけどそこそこ知らねえ歌手が CD 出しても何十万枚か売れてましたからね、まあ、みんなカラオケ歌えて良かったっていうところがあるんでしょうけどじゃあ小室ファミリーもそうだしねバンドだって例えばほんとビジュアル系バンドのなんだろうな例えばうーん。 僕らの地元で言うと、まあ、名古屋系って流行りましたよね。まあまあ、黒い目は別格として、ラピュータとか、ルワージュとか、スリープ・マイディアとか、なんか、そのぐらいの規模感の、えっ、ー、と、ビジュアル系バンドとか、CD 出し、アルバム出しても、普通に20万枚とか売れちゃってた。で、20万枚しか売れてないのかよ、って言われてた時代ですからね、90年代って。で、今20万枚売れる、あのー、歌手なんていないじゃないですか。 多分、ジャニーズと AKB グループと、あと EXILE? ぐらいかな多分。それぐらいなのかなそ多分そう、僕が思いつく限り、そんぐらいしかない。で、名前が知れてるアーティストの方々も、本当に5万枚ぐらいしか CD が売れないとかって、そんな時代になっちゃってるんで、ああ、でもなんか音楽の文化をうーん壊しつつあるな。海外とかはね、どうかわかんないんですけどね。 だからでも極端,極端に言えばもうあのん、ー、だろうな広告付きでもうね公式が流すべきですよねそこまでいったらそれかもう徹底的にあの違法アップロードを潰してってえ訴えてっていうふうにやるかそれをやらないんだったら広告付きで、あのー、YouTube に本家が載せるしかないんじゃないかなと思いますね。でもそのい 楽曲作ってレコーディングするってすごいお金と労力がかかるしあの体力も使うしねだからそういうことをやってアーティストさんたちがやってるやつをなんか簡単にぴょっとアップしてねしかもそれであの再生して広告のっけて金お金を得てる一般人がいるわけですからねからそういうのはよろしくないなぁと、まあ、YouTube 見るたびに思いますねまあ僕も再生しちゃいますけどね <laughs> ぶっちゃけで言えば。うん。ただ、持ってる CD を聴きます。その感覚です。あの、持ってる、例えば X の曲なんか僕は全部もちろん持ってるんで、それを聴くとか、<laughs> YouTube で。まあ、それっきり OK だろっていうところでやってたりしますけど。 うん、だからでも、ほとんどね、うちの読者さんの世代で言うと、やっぱ CD 買って、ね、まあ、下手したらレコードから買って、CD 買ってって言って聞いてた世代の方ばっかだと思うんでね、なんか、そういうところもこの先どうなっていくんだろうっていう心配はありますね。だから10年後とかなんて、もう、なんか0円が高額化しかないような気がしますよね。うん。だからもう、でもテレビのコンテンツなんかも地上波とかなんか、おそらく廃れていくと思うんですよ。うん。 見たいものがあっったらもう金払って見る方がいいですあの,はっきり言ってあのさっき言った Hulu であったりとかこれのネットフリックスとかいろいろありますけど、うん、もう見たいものがある人見たい人に対して、えー、お金を払ってもらって見せるっていう方が絶対にね正しいと思いますだからだから NHK は僕お金を払ってますけど別に見たくないからえっ、ー、とお金は取らないでほしい <laughs> と思ってますうん。 まともなね、報道してくれるのはいいんですけどね、あの偏った報道ばっかりしてるんでね、あんまりお金は払いたくないなとは思うんですけど、でもきっとそれはもっとそうやって拍車がかかっていくんだろうなと思いますよね。地上波で、まあ、地上波はまあまあかわいそうな部分もあるのは、やっぱりクレーマーが増えたことで、えー、なんかもう、なんだろうな、別にお金払わずに見てる人たちの顔色をうかがって番組を作んなきゃいけない。 ただ芸能人が、えー、常識内のことをしているだけの番組が流れてるから見られない、えー、スタールっていう風ですよね。で、YouTube とかの方が、まあ、自由だから YouTuber の人たちの方がまあ盛り上がってると。ただ YouTuber の人たちも最近見てると、ちょっとネタに行き詰まってきて、地上波のネタをパクリえー、まあ、参考にしたようなことをし始めていると。そうなると今度に多分 YouTuber の人たちも若干廃れていくんじゃないかなと。 じゃあ次何が来るんだろうなーって思うとやっぱり有料ですね。うん。まあ YouTuber の人たちも有料でチャンネルやり始める時代がすぐ来るんじゃないかなーっていうふうにはちょっと思ったりしますね。うん。まあ、そうすればね、アンチコメントとかも減るでしょうかね。だから僕 YouTube なんか絶対コメント欄オンにできないですもんね。したくないですもんね。もう見てると、だって、 なんだろうなすっごい好きで見てる自分の,あのあーゲーム実況者さんとかのですんげえ面白くて何にも害がないのになんかもうブツ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 しょうもないこと書いてるやついますし <laughs> あ,んあんなんがねあの来た時にあの無視する勇気がないのでね僕は絶対コメント欄を解放しないほどにしてるんですけど YouTube のコメントとあのヤフコメだけはもう本当に特にヤフコメはもうひどいですからね この人たちを見てどういう生活を普段してるんだっていう奴らがもううじゃうじゃいるんでそうでもあれだって多分ね無料だからなんですよね多分ねお金払ってまで書く人がいるならそれは本当にそういう人なんでそれはそれであの参考にすべき声だと思うんですけどうんなんかだからそういう風になってきちゃってるんで本当になんだろうなあの もう無法地帯、無料の無法地帯と、あの、料金を払って、えー、入る場所。っていうようなふうにね、なんか分かれていくような、気がしますね。うん。だから、インターネットもなんかそろそろ免許制とかね、そういうふうになっていくような流れも、俺あると思うんだけどな、なんか。あと、もうデータは絶対抜かれてますからね、みんな。 こいつやばいしそうだなとかこいつ本当に365日あの暴言吐いてるなとかってやつは多分もう今簡単に収集できるはずなんですよ。うん、というか別に Google 先生がやらなくてもそこら辺のプログラマーがあのデータあの洗ってねあのバーって収集してきたら多分ねそれなりの規模があればできるぐらいの感じなんで。 多分ね、そういう人たちからバッツリ目つけられて、あの、淘汰されていくような時代は来るんじゃないかなと思うので、あんまりね、あのー、あれですよ、不用意にね、変なこと書かない方がいいと思いますよ。<laughs> SNS とかも。うん、やべえやつもいますけど、いっぱい。いっぱいやべえやついますけど、あのー、そうですね、そっちに行かない方が絶対にいいと思います。うん。 っってて得すすることとつもなしというようよにね僕は思ってます、はい、結構長いな。1時間以上喋ってるな。でもテーマを決めないとこんな感じですね。次回からはね、テーマを決めて、そのことだけを喋って、まあ20分、30分で終わらせたいなと思ってるんですけど。まあでも今日はこんぐらいですかね。もう年末年始の話もできたし、いろんな話もできたし、アジアカップがあったか。トルクベニスタンだ たまぎはなかなか強かったですね。だからあれ、国際 A マッチやってないから喋るんかいって。<laughs> 国際 A マッチをやってないからね、低いだけなんですよね、あそこ。うーん、まあ日本もね、なんだ、いつもこういう試合になっちゃうと、日本のどこが悪かったかって、まあ僕も長年サッカー見てるんで、それこそ30年見てるんで、わかるんですけど、今回は、 試合見直してないからあれですけど、ざっと見た感じ、別に日本のどこが悪いっていうこともない、なかったかな。舐めてかかってる感じもしなかったし、まあミスはね、あまああるものなんですけど、うーん、日本が悪かったっていうより、想像以上にトルクメニスタンが球際も強かったし、スピードもあったなーっていうところですかね。まあ逆転できてよかったですけど、うーん。 でも,でもね、これでね、すごいあの、日本、わ、まあ、ーって叩く人がいるわけですよ、これも。そんなわけのわかんない国、3対2で。あの、もうベルギーに失礼だと。<laughs> ベルギーともね、3対2ですからね。まあ、そこは逆ですけど。って言うんですけど、で、ですごくみんな言うのが、その、アジアで苦戦してたら、たらワールドカップで結果出せるわけないって言うんですけど、いや、アジアで苦戦するんですよ、日本は。<laughs> ていうか、すべての国が。オーストラリアも含めて。 アジアは苦戦するんです、絶対に。で、苦戦して勝ち進んでワールドカップである程度結果も出してるんですよ。で、どこの地域もそうです。簡単な、えー、大陸の、えー、予選なんかないっす、うん、です。で、日本に対してわーってみんな言いますけど、あの、日本がね、楽勝でアジアカップ優勝したことなんかないんですよ、もともと。うん ただ、だからね、アジアカップは俺面白いと思うんですけどね。あの、不可解なジャッジとかも含めて、俺はなんかサッカーの醍醐味だなと思って、あの、アジアカップはね、毎回楽しみにしてます。ムカつきますよ、あの、中東の笛。よくわからないロスタイム6分。いや、ふざけたロスタイムですね、っていう松木さんのセリフも昔ありましたよね。うん。で、川島が、オフサイドフラッグ上がった後のプレーナーに、川島が一発レッドを食らう。で、松木さんが何な,なんすか、これ。と 何なんですかこれって何回も言うっていうシーンもありました。でもああいうのも含めてアジアカップでああいう辛い目に遭うとやっぱりあの強くなっていくんじゃないかな日本は強くなっていったんじゃないかなっていうふうに思うんで、うん、まあ予選はね当然突破してもらわなきゃならないですけど、まあ、ウズベキスタンとか普通に強いですし、うん、で決勝トーナメント行ったらね前は UAE にやっぱ1回戦で負けてるわけなんであれですしまあ決勝行けばそれは まあ、オーストラリアは当然強いしで、えーまあ、日本と戦う時にやっぱ1.5倍のパワーが出る韓国っていうのもあるしでも、まあ、荒っぽいことしてきてわーって熱くなって、まあ、ブーブー言いながらも熱くなったじゃないっていうそれがスポーツの楽しみのいい醍,醍醐味の一つじゃないかなって思うんで。 うん、だからアジアカップは本当にね首の皮一枚つながるぐらいの感じで優勝してくれるのが一番僕的には <laughs> あの楽しみです、ねうん、別にアジアカップで全部圧勝したからって言ってじゃあ別にワールドカップで結果がじゃあ変わるのかって言ったら別にそうでもないしうんそれはワールドカップでねやっぱあのベルギーのあのカウンターは本当にもう声も出ないぐらいショックでしたけど、うん、あれでまた一個強くなって うんでまあ、代表はね、もうがらと変わりました今回、中島が、ね、怪我して出れないのはすっげえ残念なんですけど、乾、まあ、が入りましたし、まあ、堂安も結果出したし、うん、大阪はね、あの枠外にね、まあ、同じ優也だからあんまり言いたくないですけど、あんまりあの枠外に飛ばすことが多いけど、まあ、でも結果ね、ストライカーとして2点取ってるし、うんまあ、南野もいるし、柴崎もいるし、でまあまあ、長友とね、吉田が。 っと締めてくれれればいいんですけどまたこれ吉田がね、あのー、アジアカップになるとね、必ずね、大きいポカを2回ぐらいやらかすんでね、まあ、今回はね、その発動だけはちょっと勘弁なんですけど、うん、まあまあまあ、アジアカップね、まあ、本当にあのー、そうですね、熱くなるような試合の連続でね、苦戦もしながら、圧勝じゃつまんないんでね、苦戦もしながら攻められて。で、えー こうやってね、ビハインドから逆転するっていうのも一個学ぶことになりますし、うん、そういうのでね、優勝してもらえたら嬉しいなと思ってます。はいまあ、サッカーに関しては僕、あのサッカースクール2つホームページ関係とかでちょっと関わってるんで、あ、そうそう、あの,あの動画でね、前,あの前々回のワールドカップの時にあの一緒にあのワールドカップ予想したあの米倉さん、元グランパス、元日本代表の米倉さんと、あと飯島さん、元グランパスの、えー。 あのね、お二人とかがやってる名古屋サッカースクール DSS っていうのがあって、まあ、そこがすごく強くてですね今確か愛知県え名古屋か愛知県の、えー、選抜になったんですけどうんでもそうやってねちょ,ちょこっとでもね本当につま先でも少し関係があるところからね今後サッカー選手が出てきたら嬉しいなとかって思ってますやっぱり僕の人生はもうサッカー見て競馬見て、えーまあ、プロレス見て X 聞いて あとなんだろうなうーんまあちょこっとゲームやってりゃ、まあ、幸せな人生なんでねあと,あと40年ぐらいそれができれば40年はきついか80になっちゃうかそんだけ回るかな手がまあまあまあそんなようなね人生でいきたいなと思ってますしまあなんならね本当にこの雑談配信ねこれ80になってもやってたらやってたら面白いっしょ全部えー、だ普段アップしてる動画とかもね はい。というわけで、竹内ですけど、って言いながら、80歳まで入って、やってたらね、ちょっとおもろいと思うんで、まあ、その間にね、あのー、天に召されるね、方々もたくさんいらっしゃると思いますし、まあ、僕も召されるんでしょうけど、えー、なんか、そんぐらいまでね、ちょっとやってたら面白いかなっていうのは、実はね、ちょっとひっそり思ってたりします。はい。まあ、ペースはね、落とすかもしれないですけど、まあ、せっかくね、やり始めたことなんでね、 もう死ぬまでやろうって、そういうつもりでやってるんで、まあまあまあ、あのー、できるだけね、僕も皆さんも長生きしてね、こういうくだらないね、あの雑談配信だったりとかで、今後またちょっと企画もやりますしね、あと結構リクエストが来てるんで、あのね、ゲーム系の配信、まあ、競馬ゲーム、競馬アプリであったり、まあ競馬のゲームもあるんで、その辺のね、配信しながら競馬雑談とかね、えー、そういうのも本当にいろいろやっていこうと思ってます。はい。 意外とね、あのー、だからもう、付き合いが長いですからね、皆さんとはね、長い人は本当長いし、うん、なんかもっとあの、で、言われるのが、あのー、そうだな、これ結構身の回りの人からも言われますけどね、5年ぐらい前が一番楽しそうに配信し配信してたって言われるんですよね、うん。 なんか好きなことやってましたからね、花札やりながら実況したりとかね、<laughs> 花札実況をやったりとか、まあ、それこそ、まあ、特番っぽいチャンネルも、まあ、あれは2年前かだし、なんか企画っぽい動画もね、顔出しでアップとかしてたんですけど、なんかそういうのが本当にちょっとね、あのー、ご無沙汰してしまってるので、うん、なんかまあ、なんだろうな、あのー、ちょっとね、僕の中で比率がね、あのー、ダメになってたんですよ、多分。 1,000人ぐらいの人がねあの応援してくれててもなんか一人変な人にギャーって言われるともうなんかもう,うわもうやめようってなっちゃうような感じだったんですけどもう最近なんか本当気にならなくなってきたんで、まあ、まあたまにねそのうちの読者さんとかに対して失礼な発言をするような人が SNS とかに来るとやっぱりちょっとまあ去年もありましたけどあ,あれも去年の12月だなまあいいや、まあ、これ言い出すと止まんなくなるからあの <laughs> なんだろうなそういう時はもうガッて反論しますけど。 うんまあ、基本的にまあ、うん、今ねあの僕はだからいつも SNS とかメルマガでも言いますけど僕はもう好きなことで行きたい好きなことに興味を持って好きなことに時間が使いたいっていう考え方なんでんで見てくださってる方もね1000人いたら 1,000、まあ、人そうだし、1,000人いたら990人ぐらいはそうだし、うん、でもなんか、まあ、無理くり嫌いだっていうのをアピールする人のことを構ってたら、多分何もできなくなっちゃうなっていうのをすごく、あのー、学んだので最近 <laughs>、まあ、皆様の声でね、本当に励まされたので、今年はね、本当にあの好きなことをやろうと、もう,もう競馬も関係なく、別に、あのー、 竹つべなんでね、竹チューブなんでね、<laughs> あの、別に僕がやってるゃこれは成立するもんなんで、あの、いろんなことしたいと思っております。はい。あと、ケー馬関係のでもね、本当に企画やろうと思ってます。それこそ、うん、まあ、会員コンテンツをね、運営してお金をいただいている以上、なかなか予想ができないっていう、だから海外競馬しか予想ができない、地方競馬しか予想ができないっていうところはあるんですけど、うーん、 だから指数とか出る前ですよね。うん、だからこの今日もこれ目標にとってますけど、目標の段階で出走馬決まった時点ならいいだろう予想してもっていうのはちょっとあったりするんですよ。うん。そこでなんかちょっと転がし企画とかね、なんかやってみたりとか、なんかそういうのもやってみたいなと思ってます。はい、もう今年は本当にに自由に、あのー はい。何を言われてもね、自分がやろうと思ったことをね、配信していこうと思ってますので、えー、今回はね、えー、自分のやろうと思っていたこと第1弾、ただの雑談ということで終わらせていただくんですけど、次回からはね、テーマも決めてやってきますし、うん。本当にね、なんかあのー <laughs> 聞えー、聞いてる人が、聞いてる人が、そうですね、まあ、 そうだな。満足度30%ぐらいの <laughs> ところでね。あのー、それぐらいでもいいので、まあ、聞いてくださる方がね、いればね、やっていこうと思ってますので、えー、これからもね、ぜひぜひ聞いてください。で、えっと、初見で、初見でここまで聞いた人がいたとしたら、本当にね、僕は抱きしめてあげたい。<laughs> いないよな。いないかな。でもな。でも飛ばしてね、最後までここだけ聞いてる人、最後の方だけ聞いてる人いるかもしれないですけど、ぜひね、チャンネル登録をね、皆さんしてください。はい。もうそれだけは楽しみです。チャンネル登録者数が増えるっていうのは結構ね、あの想像以上にモチベーションになりますので、ぜひぜひお願いいたします。えー、じゃあ今日はね、長々とありがとうございました。次回はテーマ決めて喋ります。竹内でした。さよなら。